けでワクワクしますよね。アクセサリーペペは北海道生まれ北海道育ちのアクセサリーショップです。鎌田さん、この時期は特にどれを買ったらいいとか、どんなアクセサリーを送ったらいいのかなっていう風に迷っている方も多いんじゃないですか。そうですね、マスクで表情の見えない今、自分を表現できるアクセサリーはとてもおすすめです。重ね付けのようなデザインで指をすっきり見せてくれるウェーブリング、肌なじみのいいピンクゴールドが上品に見せてくれるリングです。この時期だと男性のお客様とか多いんじゃないですか。そうですね、プレゼントで迷われている男性のお客様はとても多くご相談にいらっしゃいます。あとはクリスマスにこれが欲しいと、実は女性の下見のお客様も増えるんです。そうなんですね。スモーキークォーツは感情を浄化するという意味があるんですよ。そうなんですね。このプルンとした形も可愛いですし、深みのあるブラウンがすごくいいですね。和邸デザインのネックレスです。いや、このネックレスものすごく可愛いですね。そうですね、和邸のデザインには幸運を受け止めるという意味があり、幅広い年齢の方に人気です。金運アップになるかもしれません。そうなんですか。じゃあそういった意味も込めて、こう誰かにプレゼントするというのもすごくいいですね。続いて第2位は10金ホワイトゴールドとピンクゴールドのフープピアスです。この2色使いのゴールドがすごく華やかで素敵ですね。そして2色使っていることで、いろんなお洋服だったり他のアクセサリーと合わせやすいという部分がありますので、ぜひ楽しめるかと思います。こちらはいかがでしょうか。アイスブルーダイヤモンドのネックレスです。アイスブルーダイヤが胸元でキラキラ揺れています。北海道を旅するジュエリーがコンセプトのジュエルブランドのアクセサリーはいかがでしょうか。うわー、綺麗。美瑛の青い池にジュエリーアイス。ではこのピアスは北海道の何をモチーフにして作っているでしょうか。ヒントは紫色のお花です。もう北海道の有名スポットがアクセサリーになっているので、もう私も欲しくなっちゃいました。第1位はステンレス製のペアリングです。
んとこれがペアで8000円ですよ。もうステンレス製なのにすごく高見えしますし、シンプルで上品な可愛さなので使いやすそうですよね。そしてこれからの時期は何といってもペアで買えるっていうのがいいですよね。アクセサリーペペではペアリングももちろんですけども、プラチナやホワイトゴールド、ステンレスと幅広いラインナップとなっておりますので、お予算に合わせてご提案ができます。皆さん、値段じゃないですよ。